れでいいかな。いいよっと。サウナ来た。よし。サウナ。ちょっと今読み上げがですね、iPhone の方からじゃないとできないんで、よ、今一つなんですけど、今小豆島のえらい標高高いところにあるライドハウス来てます。オートフォーカスはこれ今聞いてんだっけ？まあどっちでもいいかな。バンビ。今バンビは今隠れてるんですけどね。今フリス来てるんで、でPC 本体のスピーカーがなんか鳴らなくなっちゃって、まあ普段使ってないからいいんですけどね、配信でも。そう、ここなんかもっとどっかの会社の会社の保養地だったらしいですね。で今ここにカンパ1000円で泊まっております。 2000m 夕食夕食は下の丸中で買ってきたサンキュッパの弁当と金ちゃんラーメン。金ちゃんラーメンスープとして買ったけど、あっという間にスープ吸っちゃってですね。で今ここはまあ宿としてじゃないですけどね。でここのライダーハウスのオーナーさんはですね、むちゃくちゃ主張の強い人で、なんていうのかな、あ、このつくのか、これ、あ、雨の日にテレビゲーム大会やるってこれでやんのか。で映画大会やるとか言ってたのはなんだこりゃ、今更気がついた。でここですね、今別荘地が管理事務所というか、まあ別荘地の管理が潰れてしまって、まあ、それまでやってた500円の温泉もなくなっちゃって、店とかそういう話じゃないんですよ、ここは、周辺は。でちょっと今これ2階のログハウス2階のこのベッドとか布団までちゃんとありましたよ。寝袋持ってきたんだけどな、好きに。でそっちの下が今リビングなんですけど、オーナーさんともう一人泊まってるバイクの方は顔は出したくないという方なんで、どうしようかな。おっと、ああどうしてもここから見下ろすと映るな。顔映んなきゃいいっすよ。あ、大丈夫ですか。じゃあ上見ないでくださいね。こんな感じで、ね、じゃあちょっと映しますんで、はい。あ、そうか、こういうとけば。お、大丈夫ですか。ちょっと待って、化けてくる。化けてくる、どういうことだ一体。化ける。ちょっとじゃあ今画面よそ向けとくか。誰ですかそれ。あれか、今青色に見えたから何かと思ったら色がやっと分かった。映るかな、この距離で。皆さん映ってるの分かりますかね。そう、スポーツがエクストリーム系ですよね、この人。見えない。ガチャピン、ガチャピン、ギャチャピン。サッカーの遠藤。サッカーの遠藤誰。そう、ここのがさ、シャイな方ですんで。と。というわけで、あと壁の方がこれ分かりますかね。ちょっとした幸福駅ですよ。帯広の幸福駅ですよ、と感じが。良さげな場所なんですよ。うん、ロックハウス。そう、ライダーさんたちの写真です。自転車の人もいるんですよ。映るかな、ちょっと待ってください。あ、映る映る。あ、いや、分からんか。こっちの角度、こっちか。一応わかりますよね、幸福駅。私は明日の朝映る予定です。で多分どっかに貼られる。あとここのオーナーさんも自転車でバリバリ乗ってる人なんですよ、今。島一周したり、あとこの標高 600m のこっから降りてまた登って戻ってくるっていうのをしょっちゅうやってるらしいんで、自転車を持ち上げる。そうですよね、私荷物が重くて無理です。海鮮丼を食べ、海の見えるカフェでケーキ。もうまた話してる。という感じのとこです。あとは何か宿橋に見せるアナーキサドル。アナーキサドルいつも突っ込まれるんですよね。そんなにあれか、アナーキサドル変か。もうそろそろ認知されたっていいじゃないですか、一般に。で説教系の話。あ、今そこでやってる話ですか。いや、ライダーさんが広島方向に行くっていうんで、うん、下の人もニコ生、いや、してないです。持ち上げるバイク、恐ろしいわ、そりゃ。夕飯は食いましたんで、写真見せますか。日本一周の、あー、いいよっと。ビクター、
あれですか、いろいろマニアなんじゃないかな。夕飯は明日は何と、明日も小豆島で、明日ユースホステル泊まるって言ったら連泊じゃないんですかって言われてこのオーナーさんはどこまでが冗談で どこまで本気なのかよくわからん。これです。こっちにですね、一周した後この声に登って戻ってくるなんて無理、私には。よっと、私は3連休です。これ連泊かな。あ、芸術祭、そうそう、芸術祭、直島っていうところが発祥らしいですけどね、3000人の島に30万人来てるらしいですよ。まあ年間だろうけど。にちゃんラーメン、この弁当ちゃんと温めましたよ。とあとさっきあのこまめ食堂で買ってきたあのマフィン、大変に好評でした。5種類5個全部買ってきたんで、で今3人だから3個温めたんだけど、どれがどれだか分からなかった。名前書いてないから何味のマフィンだか分からなかった。でもやっぱうまいですね、このマフィン。温め直してもうまい。であのフォークとかはないので弁当の割り箸で食いましたけどね。表面がカリッとしてて、そう、ひらがなでこまめ、あそう、箸で食うとなんか途端にそれっぽくなくなりますよね。101ヌードルってなんだろう、という感じで。でさっき夕飯食って、で、まあ、風呂はシャワーだったんですけど、シャワーも入って、宿代っていう形とはちょっと認識違うんですけど、1000円です。裏切り者日清、そうなんですよね。ちなみにあのオーナーさんがこの島であのチキンラーメンを見たのは2回目なんだそうです。でこのオーナーさんですね、そうそう、あのオーナーさんの悪口あんまり言うと聞こえるんだけど、ここからだとあのオーナーさんは食事とかめちゃくちゃうるさいんですよ。あのこの島の中でどこが一番いいかっていうものについてですね、30分ぐらい熱く語る人なんですけど、なんだけどあの無料で一口食べられた、あの一口食べることができたのチキンラーメン号のあのラオウの一口のあのカップ、あれが嬉しいって何度も言ってるんですよ。値段的な感覚おかしいだろう。というわけでここのオーナーさんはですね、濃いですよ、ものすごく。あんまりしゃべり慣れてない人は圧倒されてしまうんじゃないのかな。もっと大きな声でビクターかどうかわかんないですけどね、見る人が見たらわかんのかな。マクドナルドで、あのですね、このオーナーさんの価値観は、地元の人が行く場所で観光客向けじゃなくて、でなおかつあのすごく美味しいところっていう。で教えてもらったところもですね、あの店自体あの菩薩峠みたいな、菩薩峠どこだっけ、徳島だったっけ、あの基本的にメディアに出ない、メディアに出るのを拒否してるところらしいんですよ。だからもちろん配信はできないし、写真撮っていいんだったかな、どうだったかな。でもオーナーさんは写真撮ってあのスクラップブックに入れてたけど、これ坊主ですかね。あとこれはこういうもんなんじゃないんですよね、多分。こんばんは。この宮城、広島のこの宮城の話してますね、下の方で。あのオーナーさんのテンション聞こえるだろうか。これってダメなんですよね。誰だ、へこましたの、へこましやがって。で今充電も開始してます、あそこの方で。誰だ潰したの。聞こえる吸ってそう、なぜかヒョウ柄の布団、大画面で。飛行機銀行で来ました。あれ喧嘩してるんじゃないですよ、全然。普通にあの旅行の相談してるんですけどね、あれ。ここのオーナーさんテンション高くて、さっきも今 私ともう一人ライダーさん、足元少し寒いぐらいなのに暑いとか言い始めてテンション高すぎるだろうというので、やっぱりファンが多いらしいです、ここのライダーハウスは。あのそこら辺り、ここですね、ライダーハウス始めて8年らしいんですけど、あのこの写真の数すごいよな。
猫はいないですね、確か。見てない。旅行で通る、いや討論じゃないんですって、あれは言い合いしてるんじゃないんですって。口調そう聞こえるかな。テンション高いですからね。とにかく飛行機はあのアナで来ましたよ。アナで株主優待で来ました。よっと、ここのオーナーさんが、そうですね、大阪のニートですって、あのホームページに自己紹介してますからね。でも宿の、宿っていうかライダーハウスのホームページで、あの自分の目線隠してるオーナーさん初めて見たよ。でここなんかあのツーリング雑誌にも取材されたらしいんですけど、その時もなんか笑顔出せなかったって言ってましたね。あのテンションではこんだけ人と喋る人がなんでそんなに顔出すことに関してはあの抵抗感じてるのかさっぱりわからん。だんだん、あ、私がですかね。だんだん安典っていうあのなんかこう細い人ですよね。細い人ですよね。オルター XR って自転車かな。こんばんは。痩せた。いや、私今あの血中コレステロールが高くて問題視されてるんですけど、健康診断で。谷川名人とよく言われますね。南光節も言われるけど、そんなに似てないと思うな。南光節の、うん、谷方がボケてるだけだろそれ。またテンション上がってきてるな。そろそろ仮眠ですかね。うん、福井アナも言われる。ん？森内が、ああ、なんか将棋やってるんでしたっけ？将棋でいいのかな？会食の。消灯時間は多分ないでしょうけど、明日も早く出ようと思ってるから、0時前には寝たいですね。実は、あの、今日3時間寝てきてないんで、あの、一瞬で寝られると思います。出たがり、ん？出たがりは誰が？デュラエース。私はマウンテンバイク系なんで、コンポが企画じゃ言い過ぎ。そう、それでよく覚えてますね。何年前に行ったんだっけ、それ3年ぐらい前に行ったんじゃなかったですか。3、4年、放送4年目だっけ、どうだっけ。パパさんち、あそこも面白かったな。でこのライダーさんもあのちょくちょく旅行に出てるらしいですね。今年はなんか尾道の方に行ってきたらしくて、あの島並海道と尾道に。でその尾道の宿の話、さっきまたを盛り上がって30分ぐらい話してたな。あの穴子の寝床っていうゲストハウスがあるんですけど、この道にそこの、あのそこのテレビに紹介された時のビデオまで今見せられてましたよ。ものすごいテンションだよな。そう、マウンテンバイクの方があのギア比が低くできるのと、あとは、うん、やっぱり V ブレーキとかの方が好きなかな私は。購入者小豆島結構険しそうなんですよ。よっと、ああいかんね、横になったらすぐ寝そうな感じがする。太った。体重は最近測ってないです。ロードの方が、オーナーさんは、このオーナーさんはロード派ですね。あ、そうだ、自転車移しとくかな。マイオーディオルーム、ずっと小豆島3日間、そうですね。あ、あの自転車移してもいいですか。あれ、マイチャリ、ええ、チャリはめっちゃ移してほしい。あ、そうですか。自転車移してほしいらしい。ちょっと古いんですけど、俺はめっちゃ気に入ってます。じゃあちょっとカメラがそっち向かないようにしながら、ねえ、うん、ちょっとここの照明だと暗いので明るさ調整して。要はシートポーストバッグにイカ入ってる時あるんですけど、イカ基本用途としてママチャリなんで。ああ、用途的にはママチャリですね、完璧に。あ、いか、買い物して帰ってくる。ちょっと待ってください。あ、買い物して戻ってきたんですか、これで。もちもち。今日の一番わかるかな、買い物がバター醤油ふりかけ98円が3割引きだったことですね。よっしゃ、みたいな即売です。ですね、バター醤油ふりかけ98円が33割引きなのか。あとめっちゃ気になった、なんかダース・ベイダーとグリコがコラボしたイカスミライスの素っていうのあったんですよ。ダース要素ないですね、黒いだけ。真っ黒なんですよ、イカスミライスだから、言うたらチャーハンの素の真っ黒バージョンですよ。それでご飯を炒めると真っ黒なご飯できるんです。イカスミ系のやつがですか。そう、イカスミイカスミチャーハンとまだ言うたわけです、イカスミライスの素っていうのがあって、2食入りで68円やったんですよ。また100円しないやつですか。なんかね、
ギャグとして買ってみようかなと思ったんですけど、ダース・ベイダーか、やっぱりダース・ベイダーが黒いからうまいんじゃんってサイバーって言うてるんですけど、結構でもダース・ベイダーあれ少し出てますよね。あ、ちょっと最近出過ぎじゃないですかね、ちょっとね。でもそれがすごい気になります、うん、ちょっと買ってみる勇気まだなかったけど、炊きたてご飯に混ぜるんじゃないのか、炒めるのか、炒めたの、チャーハンとして、実はチャーハンの素です、ええ、チャーハンの素のブラックカラーバージョンみたいな、はい、ただ黒いのって人間の心身あんま美味しそうに見えないんですよ。あとアメリカとかだと青い食い物ありますよね、そう、食欲を落とすために、ええ、いやいやいや向こうはあれがうまいらしいんですけどね、まあ、うまい色らしいんですけど、青い米絶対食われへんけど、なんか虹色のケーキとかありますからね、画像で有名なやつがというわけで、あと何分ぐらいだ、あれまだ結構時間あるな、意外と今日は、あ、このバイクいくらか、あのバイクいくらかって聞かれてます、あ、チャリ、はい、あ、なんぼやと思うか聞いて、なんぼだと思うかちょっと待ってください、まず明るさ調整戻して、皆さんあの自転車今いくらだと思いました、よっと、あ、バイクでですか、まあ、40分あったら楽勝です、10万、12万、30分だとちょっと焦るかもしれない、2万、15万、30万、20万、ね、10年前のチャリなんですよ、ええ、で、アルミで、あのフォークだけカーボンっていう仕様、10年前でアルミ製ロードでフォークがカーボン、で、チネリ、チネリ、あ、そうそう、チネリだ、映ってなかった、そういえば今100万、11万、17万8千円、あ、17万8千円、今までで一番近いわ、あ、そうなんですか、うん、なかなかいいやつですね、18万前後のロードバイクを使って買い物してくるという、しかも標高差600メートルで、日の出が6時ちょい過ぎなんですよ、じゃあ20万ぐらいでいいんですかね、約20万弱、おお。さすがチネリ、ありがとうございました。ただやっぱり朝6時で最低気温出る時間帯って爆発。ああ、明日朝早く出ると寒いって話してますね。なかなかするんだな。もっとなんかめちゃくちゃ安く手に入れたもんかと思ってた。10年前のアルミバイクでカーボンフォークって言ったら10年前だったら結構な高級品ですよね。今なんかそれが当たり前になりつつあるけど、チネリの割にちょっと照明的によく分かんなかったですよね。銀色っぽい色だったと思います。銀色黒系だったと思います。ゲイリー・フィッシャーのスーパーフライも知らないな。スーパーフライって何ですか、超ハエですか、まだ喋ってます、そうそう、あのこっちに喋ってない時はライダーさんと話してるんで、フォークそのままどうだろう、オーナーさん見た目ですね、どうだろうな、同世代かちょっと下ぐらいじゃないのかな、40いってるかいってないかじゃないかと思うんだけど、皆さんにはホームページの写真で判断してもらうしかないですね。でも顔隠してるんだけど。5万円、3000円、11円。私が前に乗ってたのはちなみに、30万のマウンテンバイクでしたけどね。5000なんですよね。ここに12人ってどうやって泊まるんだろう。窓の外のコーナー？ああ。何が見えるか分かってるんですよ、窓の外。あ、待てよ、ちょっと待ってください、窓の外といえばさっき夜景が見えてたな、ちょっと待ってください、よっと、あ、一人部屋じゃないです、ライターハウスは基本的に相部屋なんで、マップラ、ちょっと待ってください、外に出たら今この中の Wi-Fi 使わせてもらってるんですよ、思いついた感じでよっと、ルッコンポちょっと分かんないです、多分肉眼で見ても暗くて見えないと思う、割とパブ系の照明なんで、ここよっと、何でしたっけ、あのなんとかホッパー、チェーン店みたいなのがあるんですか、なんとかホッパー、ダメなんだ、あそこ俺まだあそこ止まったことないですけど、よくない、いや、なんかね、コンテンツの印象はある、あ、そうなんだ、ただ、個人的にやってみる、ちょっとスリッパ借りていいですかね、あ、もちもちです、はい、あ、夜景を、星ね、今日どうすかね、あとや、あ、星は多分これ見えないんで夜景どうかなと思って、ええ、どうかな、
あ、星結構見えてますね。あ、切れたかな。ん？どうなった？コメントしとく。あ、まだ来てる、まだ来てる。ちょっと待ってください。足元が全然暗くて見えない。というわけで、映るかな？ちょっと思いっきり明るくするんで、ちょっと待ってください。これで見えるかな？これで見えてますかね？あんまり夜景、そんな、そもそも夜景になるほどのでっかい街はないんですけど、少しわかりますかね？こう左に振って、右に振って。あ、で、今中映してもこれじゃ全然わかんなくなるよな。結露してきてますね。今そんなにまだ寒さは感じないけど、もう5分もじっとしてれば相当寒いと思います。で、よっと。もっと極端に明るさを。で、今。あ、ダメだ。調整できる範囲じゃない。いいよ。こんなもんですかね。100万ジンバブ。画面見てると明るくて星が見えないな。結構星は出てるんですけどね。というわけで、寒っ。戻ろう、戻ろう。見えない。足元が見えない。ちょっと iPhone のライト使って。映ってる映ってる。街灯、本当にですね、ここ管理事務所が潰れたからかどうか知らないんですけど、この別荘地街灯ゼロなんですよ。立ってるとこあるんですけど、ついてないんです。よっ、ね、手みたいなところがあるんですよ。よっあとドア板1枚だから。よし、あ、眼鏡曇る曇る。よっと。まあ、よっと。うん。これでいいかな。別荘地、そうなんですよ。管理事務所がもうなくなってしまった別荘地らしいです。めちゃくちゃなんかそのこと聞こえた気が。声でかいからな、基本的に。いろいろなんかまずいこともいろいろ喋ってますからね。ふう、こんばんは。おきりさんいらっしゃいませ。というわけで、あと6分か。もう特に寝てないな。じゃあ、この辺りで終わります。明日はですね、早く起きて、時計回りに一周したいんですけど、で、ユースホステルに泊まるつもりなんですけど、まあ、どうなるかわかんないですね。あと、オーナーさんから必ず行けって言われた食堂とかですね、時間的にタイミング的に合わないだろうというのがあるんで。